今井優里選手にお話を伺います。優里選手おめでとうございます。ありがとうございます。ヒーターモーターはエース機36号機でした。はい、プレッシャーはありましたか？はい船足はどんな感じですか？あ、もう全体的にいいと思います。うん、何か気になる部分っていうのはありますか？選手本人ですかね。はい、じゃあそれをしっかり合わせれば、はい、優勝には近道かなというところですか。はい、コーチとスタートの見え方はどうですか？スタートがちょっと課題になってます。うん、地元です。はい、プレッシャーはかかると思いますが、はい、何か考えるところはありますか？何ですか？何か考えるところはありますか？優勝に向けて。優勝したいです。はい、それでは最後に、優勝への意気込みお願いします。はい、優勝できるように頑張ります。応援お願いします。宇野選手にお話伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずはじめに準優勝戦の船足はどんな仕上がりだったんですか？今節の中では、うん、一番いい状態でいきました。うん、はい、特に具体的に言うとどんな部分ですか？行きたいところにも行けたし、うん、出口も進んでたんじゃないかなと思います。はい、はい、そして今節のスタートなんですけれども、見え方はどうですか？もう見え方云々よりも、もう腰がおかしすぎて、うん、来たり来なかったりなので見え方はちょっと分かんないですもん。はい、では優勝戦に向けては何か作業を考えてますか？ちょっとずれるとおかしくなるので、ちょっとバランスを一応考えながら、少しでも良くしたいなと思います。はい、それでは優勝に向けてファンの方にメッセージお願いします。はい、桐生は水銀祭して初準優にも乗れた思い出の水面だし、今年もう3回目なので、結果を残せるように、明日も私らしく走りますので、お願いします。渡辺真奈美選手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。準優勝戦ではね、はい、思いっきり勝負しましたね。そうですね、ちょっと早く縛っていきました。はい、はい、今節スタートの見え方はどうなんですか？スタートがずっと課題で、自分のスタートができないのがずっと続いてて、うん、昨日ぐらいからちょっと改善したかなっていう感じなんですけど、まだ気持ちよくはいけてないですね。船足なんですけども、はい、準優勝戦ではどんな船足に仕上がってたんですか？準優勝戦では気温も冷えて回転が上がったことが良かったのかなと思います。具体的に言うとどのあたりの船足がいいんですかね？もう全部やっぱ冷えた方がいいですね。うん、全体的に底上げができた感じですか？そうですね。それでは優勝に向けてファンの方にメッセージお願いします。はい、5回目の優勝なんですけど、全部5、6着で終わっちゃってるんで、それよりも上にっていうよりも優勝を目指して頑張っていきます。応援お願いします。松本昭恵選手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずはじめに準優勝戦の船足、はい、教えてください。もう少し船足的には合ってなかったですね。はい、これまでのレース、合ってる状態だとどんな船足に仕上がってましたか？バランス型ですかね。はい、まあ、伸びもいい人はいるんですけど、その次ぐらいありましたし、乗りやすさもあって出足もしっかりしてたんですけど、ちょっと今はまあ、でもスタート遅れですね。うん、はい、スタートね、早い選手がそこにもいましたからね。はい、ちょっとスタートが今節、はい、本当に行けてないですね。見え方が違いますか？はい、スタートの。ああ、早く見えるんですよね。はい、なのでちょっと控えめになってしまうかなというところですか。やっぱり行ききれないところが、うん、はい、あります。それでは優勝に向けての意気込みお願いします。はい、地元で優勝戦乗れて嬉しいです。優勝を目指して一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。実森美優選手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。準優勝戦惜しかったですね。はい、もうちょっとで入ったかなというところでしたけど、そうですね、はい、はい、準優勝戦の船足はどんな感じだったんですか？足はずっと変わらず、うん、いい、まあ、悪くはないですね。はい、言われるような感じではない。うん、あ、でも全然下がることもないし、うん、はい、何か特徴みたいなのはありますか？特徴は乗りやすい強さですかね。強さはしっかりある、はい、うん、今節スタートの見え方はどうですか？スタートちょっと全速で行けたのが1回ぐらいしかないのでちょっと難しいんですけど、明日は、はい、しっかり行きたいなと思ってます。それは行き足がいいのか悪いのか、なんか自分のなんか好きな感じではないですね。なので合わせづらい感じはあるんですね。はい、それは優勝に向けての意気込みお願いします。はい、初優勝目指して一生懸命頑張ります。山本里奈選手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。桐生は初出場だったんですけども、はい、優勝しましたね。できましたね。はい、準優勝戦の船足はどんな風に仕上がってましたか？展示はちょっと回転足りないかなって思ったんですけど、本番は雨のおかげで気温がぐっと下がって、うん、
バッチリでした。そうですね、はい、大雨が降ってね、はい、4度ぐらい下がりましたからね、はい、それでちょうどいい感じに、ちょうどいい感じに仕上がってました、はいはい、船足の特徴としてはどんなことが言えますか。ターン周りが特に良くて、うん、息足も伸びも全部いいと思います、うん、じゃあ足りないところ、気になるところはないですか。ないです。ないですか、はい、スタートの見え方はどうですか。まあ、もう行き足がいいのでバッチリ感動りです、うん、それでは優勝に向けてファンの方にメッセージをお願いします。はい、ベストを尽くします。応援よろしくお願いします。